ひなぎくさんとビューさんの、チームと、セイルーさん、風船さん、ワンピツーピーじゃんけん。じゃんけん。いや、それはだから、先方申告制やん。風船さん、動こうや。試合やで。積極的や。はい。はい、自虐するならキャラを変えろ、ランクするなら住人にみんな言ってやってくれというふうに、先ほどまで自虐を展開してたひなぎくさんがおっしゃってます。はい、ということで、後発のアクアバッツァ極意の方を始めます。よろしくお願いします。はい、先方。はい、じゃあ先方決まったようなので、スタートして対戦の方よろしくお願いします。先方申告制の早稲田式でございます。はい、ということで、第1回戦ですね。セイルルマルチバーザスひなぎくたまきの戦いで開幕いたします。よろしくお願いします。さあ、記念すべき、第2回が大会みたいな、バージョンアップして第1回の、赤パツ後発5区 2-on-2 早稲田式トーナメント、固定式のはずだったのがほとんどが圧勝になってしまった。まあそのことは置いといて、じゃあ画面端寄せていく。さあ画面端、相手はめちゃいじゃん。さあ画面端出られない、なすすべもなくカップなきまでやっつけられてしまったっていうふうな形で、煽りを入れていくリセッチ実況でございます。はい、ということで、ラウンド2、先ほどの展開を踏まえてしっかりと対策を打てることができるか、ひなぎくたまき。ひなぎくたまき、トリプル A ですね。トリプル A。さあ、トリプル A のひなぎくたまき。はい、ということで、こっから恐怖のアイアンが来て、ワンチャンあるのからの、チャ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 、来た。さあ、今の補正を切りに行ったのか、結果的に OK。やったね、圧倒的だね。さあファイナルラウンド。さあ対空が構わなくて、トップ掛けから、トップ掛けから尻で敷く。さあちょっとお尻に火がついたか、セイルルマルチ。おっと、これが噛み合う。ちょっとひよるぞ、ここでひよるぞ。さあ、ものすごくヒットしてるけれども全然減っていない。A だから減らない。じゃあなぜ A でコンボをつなぐのか、それが謎だ。さあしっかりここは中段ガード。はい、高さ的に A しか当たらない、で高さ的に A しか当たらないというふうな、ひなぎさんでした。じゃあなんでマルチ相手にリナを使ったんだろう。まあそんな話は置いといて、次ですね、先方ひなげくさんと、セイルルさんはセイルルさんの勝利。はい、ちょっといつの間にかランクが下がってしまった風船アローン VS ビュータマキですね。勝利は我らと共にだ。はい、ということで、しっかり時間を使っているのは、これは何を考えているんだろう。
さあ弱なった風船アローンバーバス、何も変わっていないと思われる。さあここはしっかり強引から繋いで割り込んで、おっと飛びが通って、アイアン、さあコンボ繋いでからの赤点、アイアンが繋がってからの、ここでケアガン、さあなぜか風船陣営はリセシー実況が後ろが飛んでいる。さあここワンチャン繋いで、さあコンボもう一回からのあっさりいなされて、さあこかされて、さあアリシヒの輝きを取り戻せない。やったね、キャラスじゃないから次も頑張れるよということで、これで大将戦も連れ込みます。すごい試合でした。さあということで、なぜか多芸の実況が入っておりますが、そんなことは置いといて、さあマルチバーダスターマキ、はい、新しく追加されたステージ、これ、チームドのステージですね。この BGM は結構、まあ、BGM もそうですが背景も非常に評価が高くて評判がいい。チームボールとオバマ高くない、悪いね。さあジャーマさあ画面引きと、これはしっかりよく見てた。さあここからはレジットで歩いて画面端だがしっかり対空出るフェイルル。さあここでパワーした、はい、ぐるぐるぐると来て画面端にいたはずが画面端に乗り引きで変わっている。なんて恐ろしいような。さあこけてからのジャイアントスイング、さあビュータマキ一人で仕事をしている。さあ今日は縦にとヘイブルマルチ、さあ打ち上げて画面端こうなってくるとマルチケース、さあいいゲーム、はい、いいゲーム。さあ相手バカバカだね。さあこれでファイナルラウンド、さあ若干押しているのはチームマルチ、打ち上げたから画面8、はい画面8始まりました、始まりました。あーここをしっかり受けてからも抜けられなくて、さあ画面端からもドーンと来て、おっと拾えない、ここで拾えない、落とした。さあおっとこれ届かなかった、打ち上げて KO。 すごい試合でした。ということで、勝利されましたのはですね、セイルル風船チームということです。さっきじゃあどうしようかな、こっち、どっち先やろう、もう先こっちやろうか。